はい、こんにちは、団長です。今日は2021年5月の6日の木曜日ですね。今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、ではまず日経平均ですね。6日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、全営業日比518円74銭高の 29,331 円37銭と、4月の19日以来およそ2週間ぶりの高値となったということですね。はい、日本の連休中にアメリカ株式市場ではダウ工業株30種平均が上昇し、はい、米国をはじめ世界の景気が回復するとの期待が広がる中、東京市場でも景気敏感株を中心に買いが広がったということです。はい、連休前にヘッジ目的で先物を売っていた投資家から買い戻しもあり、日経平均の上げ幅は600円を超える場面もあったということで、上昇した銘柄には利益確定の売りも出やすく、日経平均は午後に伸び悩む展開となったということです。東京一部の売買代金は概算で3兆3807億円と、3月29日以来およそ1ヶ月ぶりに高水準だったということですね。売買高は15億2611万株だったということです。東証一部の値上がり銘柄数は1625、値下がりは492、変わらずは74銘柄だったということです。はい、では早速チャートの方を見てまいりましょう。先週の末金曜日ですね、紫割れを起こしてしまうかといったところだったんですが、今日ですねしっかりと上げてきましたので、一応この時点でですねもう一度下半身がついたといったところです。はい、この後ですねまた株価がですね上昇していって、この緑と青ですね、移動平均線緑と青を抜けてくれて、ここですね3万円近くまで上がっていってほしい気もするんですが、まだですねこの後緑ブロック青ブロックを食らってしまっての陰線つけて、紫割れというような下落のシナリオですね、こちらの方もあるかなと思いますので、団長はですね引き続きあまり大きなですね玉を入れずに短期で勝負していきたいなと考えております。はい、ということでですね、今日も団長の注目している銘柄についてですねご紹介していきたいと思いますので、ぜひともご視聴してみてください。はい、では早速いってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は8306の三菱 UFJ ですね。三菱 UFJ はここですね青の移動平均線になんとかサポートされた中で、今日ですね陽線がついてきたといったところで、全ての移動平均線の上にですねローソク足が出てきたといったところです。なかなかいい形ですね。上からずっと下落してきてサポートされて、その上で下半身が綺麗に出てきたといったところまで来ております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線下から青、紫、緑、赤ですね、ずっと下落してきてたんですが、今週ですね、少し営業日少ないんですが右肩上がりにカクッと上がってきているという中の下半身つけてますので、明日の金曜日ですね、金曜日も上昇すればですね、ここ綺麗な週足ベースでは押し目買いが入ってきているかなというようなチャートになってくるかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9301の三菱倉庫ですね。三菱倉庫についてはずっとこの辺りですね綺麗なパンパカパンできて、3600円を頂点として下落して、ここですね軽く上げたんですが、また下落してきてるといったところでした。先週の時点でですねずっとここ横張ってますね。4月の21日から横張ってて、先週の金曜日の時点で下半身をつけて、紫割れからの復活といったところで、今日もですね陽線をつけたといった形になってます。こちらも週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、チャートがですね週足ベースではなかなかいいチャートになっているかなと考えております。移動平均線下から紫青ですね、緑赤パンパカパンの状態になってて、上昇局面から一旦下落して、その後ですね押し目買いが入ってきているといった形になります。まだですねここ下半身成立ではありませんので、明日ですね、明日以降、もしくは来週でですね、しっかりとした下半身をつけたところが、買いの狙いポイントになってくるかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4689のヤフーですね。ヤフーについても何度かですね、団長ニュースでお送りさせていただいてまして、この600円割れのところと、あとここですね、550円割れのところ、このあたりですね、ニュースに取り上げさせていただいていると思います。今、移動平均線は上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンの中で、550円割った後ですね、軽く上昇して緑に当たったんですが、先週の金曜日の時点でまた逆下半身。で今日ですねついに心理的な大きな節目の500円を割ってきてしまっているといったところまで来ています。こちらも週足で見てみましょう。
はい、週足です。週足で見てみますと700円からずっと下落してきて、ついにですね、紫の100周線ですね、100周移動平均線に今差し掛かってサポートされているといった形になってます。心理的な節目500円は割ってしまいましたが、すぐ下にですね100周線がありますので、この後ですね帰ってこればですね、ここで一旦下落が止まりという形になるかと思います。一応上から数えますと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 と17周目っていったところなんですね。という形になりますので、この後この100周線がサポートしてくれて再度上昇するのか、それともですねこれを大きく割ってしまってですね、さらに次の下のところだと400円もしくはこの価格ですね300円ですね、このあたりまで下落してもおかしくないかなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3436のサムコですね。サムコについては逆に、ここの時点ですね、この時点で下半身をつけて、この後ですね上昇するかなと思ったんですが、やはりですねここの高値にですね完全に抑えられてるんですね。ここにラインが引けると思うんですが、その次の日が陰線、大きな上髭の陰線ですね。でその次、今日ですね、今日しっかりとした逆下半身になってしまったといったところで、ここを見てですねこれをエントリーして、ここで今持ってかれてる人ですね、逆に団長であればここでですね土天返しして、売り銘柄で、売り目線で入れてみたいなとも考えております。週足で見てみますとこういった形ですね。下から紫、青、緑、赤の綺麗なパンパカパンの中なので、少し売りをですね入れるのは、リスクがあるかなとも思うんですが、移動平均線の並びからすると少し横ばってきてるかなといったところまで来てます。今ダブルパンパカパン銘柄ですので売り入れるの怖いですが、この後ですね切り返さなければ、サムコについてはですね、下落が始まるのかなと考えておりますので、団長の方もこちらは追跡していきたいなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6976の太陽誘電ですね。こちらについては5000円の価格の節目でずっと今粘ってるといったところです。今日の終値もちょうど5000円なんですね。といった形で下落トレンドの中にはいるんですが、5000円ですね、失礼しました、5000円でずっとここですねなんとか粘ってますので、この5000円を割ってしまうかどうかというところがポイントになってくるかと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、下から紫、青ですね、赤、緑といった綺麗なパンパカパンでずっと上昇してきたんですが、今下落が止まらないといった形ですね。この後一回軽く上げた後の大きな下げ、こういったところを狙っていきたいと思いますので、団長としてはですねここ5000円の節目ですね、簡単に割らずに一旦上昇した後ですね、どこかで大きく下落してほしいなと考えておりますので、こちらについてもですね引き続き観察していきたいなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は1333のマルハニチロですね。マルハニチロについてはこのあたりですね、このあたりで何度か団長ニュースの方で、ご案内させていただきました。紫の100日移動平均線をもう割らないぞという意思の表れがあるといったところまで来てたというような形ですね。で先週の金曜日の時点でしっかりとした下半身を形成して、この後上昇するかなということで見てたんですが、今日ですね綺麗な本当にチャート通り、相場先生のですね教科書通りのような綺麗な陽線がついたといったところなので、ご紹介させていただきました。はい、週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますとこういった形ですね、ずっと割ってきて上昇して紫抜けをした後に一旦下がったんですが、今日ですね下半身つけてるといった形になりますので、このマルハニチロの形はですねなかなかチャートパターンとしてはいい形になってるかなと考えておりますので、マルハニチロですね、こちらも引き続き追跡していきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いては団長の追跡中動画をお送りしていきたいと思います。続いての銘柄です。続いての銘柄は5411の JFE ですね。こちらは先週末の団長のパンパカパン銘柄ですね、パンパカパン動画の方でご紹介させていただいた銘柄になります。下から紫、青、緑、赤のパンパカパンで、先週の金曜日の時点がこういう形になったんですね。一旦上昇して下落して初めての下半身つけたといったところでしたので、この銘柄についてですね引き続き上昇トレンドかなということでご案内させていただきましたが、今日ですね月曜日すごく綺麗な、失礼しました、木曜日ですね、すごく綺麗な陽線をつけたといったところで上昇しております。週足で見てみましょう。
はい、週足です。週足で見てみますと、下から青、紫、緑、赤ですね。今日1500円の上に来ました。これ少し引きの形で見てみますと、1500円ですね。このあたりに確実にですね、サポートとレジスタンラインがあるかなと考えております。ここレジスタンスですね。なかなか上に抜けられないといったところで、1500円が意識されてまして、ここもですね、ここは逆にサポートラインとして入っていたといったところになりますね。で、ここようやくずーっと上がってきまして、1500円ポコッと上がってきましたので、この後ですね、1500円の上で生活するような株価になれば、引き続きですね、綺麗なパンパカパンで上昇トレンドの中に入っていくのかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は5202の日本板ガラスですね。こちらについても先週の金曜日の時点ですね、こういった形で一旦上昇して下がってきたんですが、下半身つけて700円の高値ですね、前の高値を抜いてきたというところで、団長のパンパカパン動画の方でご紹介させていただきました。でですね、今日木曜日ですね、しっかりとした陽線で引き続き上昇傾向ですね、トレンド継続といったところまで来ているかと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、紫と青ですね、少しずつ右肩上がりになってきそうな雰囲気かなといった中で、短期の、緑、赤はですね、綺麗に上昇してます。ここもですね、ずっと上昇、綺麗なトレンドライン引いておるかと思いますので、まだですね、日本板ガラスについても上昇トレンドで見ていいのかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は2768の双日ですね。こちらについてはこのあたりまでですね、綺麗なパンパカパンでした。で、この後ですね、ここから横ばってきたんですが、先週の時点ですね、先週の、金曜日の時点で綺麗な下半身ですね、下から紫、青、緑、赤の中での下半身といったところまで来てました。次のポイントとしてはこの高値ですね、高値のところが329円で、ここを抜けるかどうかといったところでご解説の方をさせていただいたと思うんですが、今日ですね、あっさり抜いて、終わり値ベースで343円というところまで来てます。少しこのですね、勢いのある上値がですね、上髭が気になるかなというところなんですが、出来高もですね、かなり、上昇してますといった形になりますので、日目についてもですね、引き続き上昇トレンドで見ていきたいなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはりですね、先週のローソク足がなかなか綺麗だったかなと思います。上昇してきて紫抜けをした後の、一旦軽い下落ですね、その中でまた下半身つけてきているといった形になりますので、やはり週足ベースで見ても、エントリーポイントだったかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は9101の日本郵船ですね。日本郵船についても先週の金曜日の時点ですね、こういった形です。綺麗なパンパカパンでしたので、動画の方で、ご案内させていただきました。前の高値ですね、こちらが4240円、上髭頂点が4240円で、こちらの終値が4290円ということで、前の高値をですね、しっかり抜いてきたといったところで注目銘柄として取り上げさせていただきましたが、今日ですね、また綺麗な陽線をつけているといった形です。ここの日本郵船もですね、非常に綺麗な上昇トレンドを描いておりまして、ここですね、下半身で見るとここで下半身で、この後ですね、買ってるとずっと綺麗に上がっていくんですね。やっぱりこの日本郵船については教科書通りの動きをするかなと思いますので、やはりですね、日本郵船パンパカパンの中で下半身が出たら必ず買いというようなことで、これからですね、追いかけていきたいなと団長も考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いては団長の解説動画をお送りしていきたいと思います。続いての銘柄です。続いての銘柄は8233の高島屋ですね。はい、こちらもリスナーの方から、投稿いただいた銘柄となります。ありがとうございます。団長様こんにちは。高島屋ですが、売り目線で考えてますがいかがでしょうかということですね。根拠は次の通りですということです。冷やしチャートでは1200円付近で2ヶ月停滞しているといった形ですね。少しチャートの方を見てみましょう。1200円付近で2ヶ月停滞しているというのはおそらくですね、ここのあたりのことを指しているかと思いますね。こういった形になってます。今移動平均線が下から紫、青、緑、赤のパンパカパンの中で、なかなか、1200円を抜けられないといったところだったということだと思いますね。はい、これがまず理由の一つ目ということです。週足チャートでは10月26日の週からカウントすると23週上昇した後の1200円付近で頭打ちになっているということですね。週足で見てみましょう。
はい、週足です。週足で見てみますと、26の週からカウントすると約23週上昇した後にということで、10月ですね、この辺りだと思います。この辺りから数えて23週目ということですね。ずっと綺麗にここはですね、上昇してきていると思います。赤と緑が綺麗な形で少しずつですね、角度を変えて上昇していると。一旦ですね、ここに紫ブロック食らってるんですが、その後もですね、綺麗に押し目買いが入って上昇してきたといったところで、今1200円で横ばってるといった形ですね。はい、ここのことを指しているかと思います。はい、ということで、週足チャートではローソク足がここ8週のうち半分は陰線となって上値が重たそうということですね。確かに陰線が続いていると、1,2,3,4 とで今日ですね、5といった形で 1,2,3,4 というふうな形になってますので、なかなか上値が重たそうということをおっしゃっていると思いますね。で、月足ですね、月足のチャートで見られてますので、月足のチャートで見てみましょう。はい、月足です。月足のチャートで見ますと、今ですね、移動平均線が上から紫、青、赤、緑ですね。この後で8ヶ月目になりますということで、そろそろ下落してくるのではということで、コメントいただきました。ありがとうございます。こちらについてなんですが、まずですね、月足ベースで見てみますと、この辺りですね、ずっと下落トレンドだったところから、今切り返してですね、まだ上昇する可能性がまだあるかなと秘めているような気がしますので、こちらについてはですね、必ず今ここですぐ売りエントリーというのは難しいかなと考えております。今このチャートだけで言いますと、ここですね、ずっと逆パンパカパンで下落してきた後の買いが入ってますので、一旦下落するかもしれませんが、次待ってるのがですね、相場先生の技で言うと、ここは日大の形になる可能性もありますので、綺麗な売り場という形、綺麗な下落トレンドという形ではないかなとも考えております。こちら週足で見てみますと、週足で見る形でいくとですね、赤が1回紫を抜けて、紫抜けをした後に下落して、今ですね、横ばってるといった形ですので、こちらについてもですね、確実に下がるかなというような雰囲気でもなさそうな気もします。ということで、団長はですね、この高島屋、今はですね、ちょっと難しい局面に来ているかなと考えています。逆に買いの方がですね、今日足ベースでいくとパンパカパンですので、今ここですぐにエントリーという形はないかなと考えています。ありの形だとすると、前の高値ですね、ここまで上昇してくれた後に同じ高値で陰線つけてダブルトップですね、ダブルトップつけた後の逆下半身などで売りエントリーですね、するのはあるかなと思いますが、先週の金曜日の時点ですね、この時点でも、今日の時点でもまだ売りは早いかなと考えておりますので、なかなかですね、こちら高島屋については、まだ難しい相場局面なのかなとも考えてますし、はい、ということでですね、団長としては、高島屋はですね、すぐに売りが入れられるようなポイントじゃないかなと考えておりますので、ここはですね、慎重にトレードした方がいいかなと考えております。はい、以上今日は2021年5月の6日の木曜日ですね、団長ニュースの方をお送りさせていただきました。はい、いつもですね、最後までご視聴いただいている方、本当にいつもありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録、もしくはですね、いいねボタン、もしくは、はい、皆様のですね、注目銘柄まだまだ募集しておりますので、ぜひともですね、コメント欄の方に書き込みるほどよろしくお願いします。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。